折り紙殺人鬼がマーフレットを殺したってこと？理にかなうだろう。話されちゃまずいことがあったんだ。ゴーディ・クレイマーを疑ってるんでしょ？奴か奴の手下か。奴には時間も手段もある。しかも奴は性格も異常と来てる。容疑者に過ぎないが、かなり怪しいと思わないか？これ全部今回の？ああ、もう2年もこのケースを調べてる。資料も随分溜まったな。折り紙の雑誌か。犯人はこういう雑誌を定期購読してたのかしら？ここ30年以内に少しでも興味を持ってたなら名前が載ってる可能性はあるな。問題は500人以上の名前が載ってるってことだ。お腹空いた。食べるものある？シェフじゃないけど、スクランブルエッグぐらいなら作れるよ。ありがとう。私びしょ濡れだし温まりたいんだけど、シャワー使ってもいい？どうぞ。隣の寝室にある。シャワーを浴びている間に作っておくよ。そろそろ卵ができた頃だ。あなたのバスローブ勝手に借りたわよ。君の方が似合うな。あら、結構美味しそうじゃないこれ。それはマーフレットの店から持ってきたノートよ。これによると、ここ10年でロイヤルの部品を買った客は約30人ね。その中に犯人がいるかも。だがな、30人全員のアリバイを確認するとなると相当面倒だぞ。だったら両方のリストを照合すればいいんじゃない？折り紙雑誌の定期購読者リストとリストあるんでしょ？ああ、ローレン待て。もし犯人がロイヤルタイプライターを使ってて折り紙雑誌を購読していれば、両方のリストに名前があるはずよ。なるほど。ローレン、推測に過ぎないが、そういうことになるな。ここに名前があるはずよ。ねえ、犯人を見つけましょう。
両方のリストに載ってた男は10歳の時に死んでいたんだぞ。どうするんだ。墓掘り起こして確かめるのか。こうは考えられないかしら。犯人が彼の名前を使ってたとか。だがなぜ30年前に死んだ子供の名前を。それを確かめるために来たのよ。名前はジョン・シェパード。近くにお墓があるはずよ。まったく執念深いな。すみません、ジョン・シェパードという子供のお墓を探してるんですが。ここからまっすぐ少し行ったとこだ。ありがとう。ローレン、あったぞ。花がまだ新しい。誰かが墓の手入れをしているみたいだ。これは折り紙だな。偶然にしては出来すぎね。かわいそうでな、そのジョンって子は。ジョンをご存知で。わしはずっとここで働いてきた。よく覚えとる。あれは77年の10月だったか。使えねえガキどもが。こっから出てきてくれ。うせろ。ほら行け。てめえら目障りなんだよ。ママが帰ってきたら呼んでやる。それまで入ってくんじゃ。また酔っ払ってる。どうしようか。雨降ってるし、外で遊んだらびしょ濡れになっちゃうよ。ぶたれないだけマシだよ。雨くらいどうってことないって。行こう、何かしようよ。捕まえてみろや。やれやれ、お前。これお前にできるか。何してんだ？ほら！
できないなら無理して真似しなくてもいいぞ。まさか、ちゃんとできるよ。見てて。数えろ。そしたら僕を探す。いいな。だが、助けは来なかったそうだ。そして、雨水いっぱいのパイプで溺れたんだ。生き残った子はどうなったの？両親から引き離されたということしか知らん。養子に出されたはずだ。おや、嵐が来るな。うちに帰った方が良さそうだ。本当、ひどい話ね。ジョン・シェパードは弟の手を握りしめながら溺れ死んだのね。ひょっとして彼が折り紙殺人鬼なのかしら。行こう、車に戻ろう。
待て。どうしたの？あそこにいる男。それが？チャールズ・クレイマー。ゴーディの父親？何してるのかしら。ジョン・シェパードの墓に花を供えている。